はい、と2020年5月17日ドラクエウォーク、今3時過ぎてログインしたら、ログインしたでずっとログインしたんですけど、メガモンスターゾーマ同然のごとくですね、出現回数アップしましたね。なんとかこれで S2 体3体狙えるんじゃないかなというところで、このシリーズ私長くなるんで、あの一個一個に分けていこうということが、このレベル効率です。レベル効率、もうそんなことばっかりね、そんなことばっかりいろいろやっとんでして、とりあえずこのドルマと明治の爪持たした常闇と超真空蹴りのセットで周回した結果なんですけど、結論が1時間あたり約31万なんですけど、メタルホイミ2体おったんで27万ということで、経験値効率的には良くないってことなんですよ。そういうのが当たり前なんですけど、常闇がもうね、ドルマがね非常に悪いのがね、あ、そうか、どっちで行った方がいい、真珠で行く、真珠で行かん方がいいか、真珠で行かん方がいいか、こいつ、あ、ちょっと待った、これがね本当にね、あのドルマ耐性があってね、これ昼間やった結果で27万31の、そうだね、31なんだけど、メタルホイミ2体引くから27なんですけど、昼間でこの結果なんですよ。これ朝方やったんですよ、時間見えてますことない、見えてますことないなんですけど、これ夜やるとこいつが大量に湧いて、昨日の夜もやったんですよ、大量に湧いてきて、これがまあ本当に打てん。なんで結論から言うと、ドルマ使うのは効率が悪いってことなんですよ。もちろん私の装備がこれ防具関連がドルマが少ないっていうのもあるんですけど、もうそういう問題じゃない、そういう問題じゃない、あの根本的に心こんな感じ、あの4突してもあれきついと思う多分。だからこの感じ見とると、こっちの方が通りがいいんですよ、超真空蹴りの方が。めちゃくちゃ突出したダメージじゃないですけど、こっちに逆にあれだよね、明珠シリーズの防具とかあって、アクセサリーとかバギーあって、で心はまあ一応はバギー的にはなんですけど、こいつ2体の方が多分いいんじゃないかなって。あ、もう常闇は根本的に却下ですね。昼で常闇にとっていい条件でこの結果なんで、多分夜やるともっとやられると思う。あの根本的に強いんですよ、常闇自体は。ただあの体勢も違 う、 もうたまらんやられるもんで、あれがもう3ターンとかで倒せんとかでなっちゃうもんで、結果的にない方がいい。で MP 効率がまた悪いもんで、ここの魔法戦士これで MP パサーやっていくもんで、まだその効率もあるもんで微妙だな。メタルホイミンが確かにあの一戦好きとかで枯れるっていうのもありますけど、もうやめた方がいいで、一応試しましたけど、これ7章9話で、だからあれだな、ドルマ対戦のとこだけだから、まあね、そんな感じでね、経験値効率シリーズ、これまだまだやっていくということで、とりあえず、ドルマと超真空蹴りのセットで、まあ、2ターン撃破をなんとか目指してやったんですけど、いない敵とかは2ターン撃破できるんですよ。これ昼間だとまだいいんですよ。まだね。なんだけど、夜になってくると、どんどんいかんというところで、まあ、とりあえずこれちょっと一発倒して、あ、一番いいのが先生がおるが、君がおるが、これがまあ、本当にね、多分4突でもきついと思う、これ、ドルマ入れちゃったら。ここはまだいいんですよ。私の超真空蹴りが弱いっていうのもありますよ、もちろん。これどう思います？どう思います？いや、もう あれなんですよ、その何、常闇を強くするとか四突にして防御するとか、もうそういうレベルの問題じゃなくて、もうちょいあれだね、レンジャーの方の真空蹴りがね、超真空蹴りが育てるといいんじゃないかなと。まあね、まあこれまだまだやっていきますということで、はい、ということで、ね、そんな感じでね、今回は常闇の槍と超真空蹴りをセットした1時間あたりの経験値効率の周回6章じゃないですねお前と思ったので、ね、7章9話をやりまして、1時間あたり31なんだけど、メタルモホイミ2体倒しとるんで抜いたら27万だと、まあ経験値効率は良くないし、 MP 効率も良くないし、これならそんなにやらん方が、常闇はドルマは採用しない方がいいんじゃないかということで、はい、ということで、そんな感じ、おりー。